バニラエア株式会社はかつて存在した日本の格安航空会社。2011年8月31日にエアアジアジャパン株式会社として設立。2012年8月1日に就航し、2013年10月26日をもってすべての便の運航を一時休止した。同年11月1日に称号を 現在のバニラエア株式会社に変更した後、12月20日から運行を再開した。2019年10月26日をもって、ピーチアビエーションとの統合により運行を終了した。これに先立って、同年1月1日付で親会社が同社に移行している。なお、2014年に設立されたエアアジアジャパンとは全く別の法人である。 2011年7月21日、全日本空輸とマレーシアのエアアジアが共同で出資し、格安航空会社を設立させることに合意し、同年8月31日に設立された。出資比率は、議決権比率で ANA が67%、エアアジアが33%、無議決権株式も含めると ANA が51%、 エアージアが49%である。設立当初の資本金は1000万円で、当初は東京都港区東新橋に本社を置いていた。ブランド、機体塗装、機内サービスは、すでに日本国外で成功していたエアージアのビジネスモデルを持ち込んだ。社長は ANA 出身者が務め、事業運営はエアージアが主導した。日本独自のサービスとして、 旅行会社経由で航空券を購入できるようにしていた。2012年5月時点で3年後に300億円、5年以内に1000億円の売上高を目指すとした。同時期にピーチアビエーションやジェットスタージャパンが設立されたことで本格的な LCC 時代の到来や LCC 元年と報道機関より報道されたりした。成田国際空港をハブ空港に 2013年3月より中部国際空港を第二拠点にした。2012年8月1日から国内線、同年10月28日から国際線をそれぞれ就航した。既存航空各社の半額から3分の1という低価格な運賃を設定し、運航初年度から黒字を見込んでいた。登場率は、就航当初は、 キャンペーン料金などでも安定運行できる80%を超えたがハブとする成田空港の発着時間制限などにより同年11月及び12月の登場率は50%台に低迷していた2013年6月10日にエアアジアとの提携解消の報道が各社より行われ同年6月25日に親会社である ANA ホールディングスとエアアジアが正式に合弁の 解消を発表。提携解消発表後の6月28日、ANA ホールディングスが、エアアジアが所有していた全株式を購入し、100%子会社化した。提携解消の背景には、日本流、ビジネス文化に対する双方の親会社の意識の溝があったとされている。エアアジア側が、日本国外で成功していたビジネスモデルを持ち込みたいのに対し、 ANA 側は日本に適したサービスを求め、双方の意見の溝は埋まらなかった。消費者に価格破壊をアピールして、すべての航空会社に対して競争姿勢を貫くエアアジアと、傘下の航空各社との住み分けを図りながら、外資計画安航空会社の日本国内での増長を阻止しようとする ANA とでは、合弁に対する目的自体が根本から異なっていた。 提携解消発表時、ANA は今後も成田空港を中心とした格安、航空事業は続ける方針であるとし、10月31日まではエアアジアジャパンとして運航するとしていた。提携解消発表直前でも搭乗率は53%と、採算ラインの70%を下回っていた。不審の理由には、成田空港の23時以降就航が制限された。 ことにより、機体のやりくりの関係で欠航が増加したこと、欠航時の代替交通手段や、宿泊施設の手配を行わないこと等が挙げられる。また、ウェブサイトや、コールセンターがわかりにくいなどの原因もあり、日本的なサービスを取り入れて業績が好調であった、ピーチに対し、エアアジアジャパンは不調であった。日本独自のサービス、旅行会社経由での航空券購入についても、 エアアジア側は定型解消時まで難色を示していた。2013年3月期の営業損益は35億円の赤字になった。定型解消発表後の2013年8月、日本国内線の登場率が88.4%と過去最高記録。全体でも79.5%の高水準を記録した。事業縮小直前の2013年8月時点で、 週196便を就航していた。エアアジアへの機材返却のため、名古屋、中部発着便は9月1日以降欠航した。また、中部空港の新ターミナル建設も2013年10月に延期が決まった。2013年10月26日に、エアアジアジャパンとしての運航を終了した。台湾での表記は、高層航空2013年7月30日に、 ANA ホールディングスが、エアアジアジャパンを継承する新格安航空会社の構想を発表。エアアジアジャパンを社名変更し、同年12月末より就航。ビジネス客は、親会社の ANA が担当し、新会社のコンセプトは、リゾート都市、成田空港をハブにする事情より、日本国内路線での需要確保が困難と判断し、日本国外の観光路線に特化することにした。 日本国内は、当面、札幌、新千歳、沖縄、那覇などの観光需要が期待できる路線のみ、就航するとした。新社名は、8月半ばに発表するとした。社長兼 CEO に、同年8月1日付で、石井智義、前エルディー営業本部長が就任。人材は、エアージアジャパンを引き継ぎ、経営の主導権は、ANA 出身者が握ることになった。 2013年8月20日に同年11月1日付で社名をバニラエアに変更し12月20日から運行を再開することを明らかにしたシンプルエクセレントニューベーシックという3つのコンセプトを掲げている合わせて中部空港から一時撤退することも発表された同日の社長の会見で3年以内に単年度での営業黒字化を目指すとした また、ホームページの URL も w w w v a n i l l a a i r c o m に変更された。就航路線など、運航計画等は、同年9月30日に正式発表。新制服も発表された。バニラ屋への生まれ変わりに伴い、エアアジア流のサービスを、日本流の親しみやすいサービスに変更。日本人の思考に合わせた、 ビジネスモデルを追求し、第一段階として、ウェブ予約サービスを刷新。エアアジアのシステムを流用していたものを、新規開発システムに切り替えた。チェックインの締め切り時間も出発時刻の45分前から30分前に、改めた。手荷物を預ける手数料についても、エアアジアジャパン時代は2 0ラムまで999円で、事前予約が必要だったところ、 一部の料金プランを除いて2 0ラムまでを無料に改めた。2013年11月1日、航空券の販売を開始し、ワクワクバニラ運賃を全路線1000円としたが、ウェブサイトに1秒あたり8000回のアクセスがあり、予約が取りにくい状況となった。経営方針が変化したことで、ANA セールスや HIS、ビッグホリデーなどによる募集型企画旅行も、 実施されるようになった。2013年12月20日にバニラエアとして東京、成田沖縄、那覇線と台北、東円線で運行再開した。2013年から2014年にかけての年末年始の予約状況は12月12日現在で沖縄、那覇線で81%、台北、東円線で91%と高い予約率であり、 12月24日から28日までは台北、東円線が満席となった。2016年1月に ANA ホールディングスから発表された2016から2020年度 ANA グループ中期経営戦略によると日本初、プレジャー路線への進出、中国大陸、沖縄発着国際線への参入による訪日需要のさらなる獲得、競争力のある コスト構造の確立、高性能機材の導入検討を重点的な取り組みとしている。2020年度末の座席キロは2015年度に比べて約3倍の増加を計画している。2018年3月22日、同じ ANA ホールディングス参加のピーチと2019年度末をメドに統合することが発表された。2019年5月より順次路線がピーチへ。 遺憾され、10月26日をもって、全路線の運行を終了。なお、一部路線は遺憾されずに運行を終了した。保有機材は、全15機中12機を順次、ピーチ仕様に回収する予定である。また、残りの3機は ANV にリース返却される。エアアジアジャパンとバニラエアに関する動き対撃機。 エアアジアとの提携解消発表の2013年6月25日時点で ANA ホールディングスとしては新規機材だけでなく ANA が保有する機体も含め現状以上の機材規模を検討すると発表していた2013年7月30日の事業発表で就航当初はエアバス A320 型機を2機によって運航開始し2013年度末までに5機 体制化するとした。同年8月20日の社名発表時に2014年度に発揮2015年度まで20機に増やす予定とした。2013年11月14日に1号機の j a 零1馬、同年12月16日に2号機の j a 零2馬、2014年1月14日に3号機の j a 零3馬がそれぞれ成田空港に到着。180席使用で、 エアバス社の塗装ラインの都合上、塗装時期が運行再開に間に合わないため、ホワイトボディの新造機を受領し、伊丹空港に隣接する全日空整備に敵対を塗装をすることになった。塗装後の2013年12月3日に、改めて初号機が報道陣に公開された。1号機から3号機までは、親会社である ANA がアわスからリースした新造機を ANA から サブリースしたもので、当初はエアアジアジャパン向けとして発注されていた機材である。そのため、正式にバニラエア向けに発注された4号機以降とは内装が異なる。2014年2月から4月にかけて受領した4号機から6号機は ANA で使用していた中古機であり、座席配置を ANA 時代から変更を行わずに運用していたため、 ANA から見れば同じ座席数で格安バニラエアとしては新造機より座席数が少なく同じ料金で各客席の占有空間が広くなったり ANA 中古機はオーブン未設置のためホットミール提供不可などの機材による格差が発生する状況になっていたピーチとの統合に伴い2019年10月26日をもってすべての路線での運行を終了した 2019年9月29日をもって運行を終了した。2019年10月26日をもって運行を終了した。国内線、国際線火機の3つの運賃体系となる。ワクワクバニラは販売期間、搭乗日が限定されている。預けて荷物の超過分については別料金となっている。機内ではフライトご飯としてホットミール。 サンドウィッチ等を販売するほか、バニラエア特製トローリ、クリームパンなどの軽食、飲料を販売する。乗客が持ち込んだアルコール類を機内で飲酒することは認められていない。機内市として、機内紙発のクーポン市、バニラエアの旅クーポン、旅クーポン合同会社の無料配布をしている。インバウンド向けに4カ国語表記、ウェブ版では、クーポンコードによる翻訳、地図、 経路を連動している。また、2017年4月1日に、帰還機内しバニラプレスを創刊した。以下の情報は、エアアジアジャパン時代のものであり、バニラお及び2014年設立のエアアジアジャパンの情報とは大きく異なる。国内戦国再戦韓国台湾購入時期により、運賃が異なる。手荷物運賃は 20kg まで999円で、 事前予約が必要。変更手数料が3990円だった。空港到着後の超過重量分料金は 1kg あたり1500円だった。国内線以下の情報は、基本的に就航直前時のプレスリリースなどをもとに、している。国際線エアアジアジャパンだった2013年6月時点で、エアバス A320 型機を最大5機就航。 機材は、エアアジアが5カ国分まとめて購入し、その機材をリースして運行した。1号機の JLHRG は、2012年6月11日に、成田空港に到着した。この他、1号機が到着するまでの訓練機として、ANA から AA320 型機1機を借り入れていた。なお、この JA8384 は、同年2月5日に、仙台空港で、 知り事故を起こし、修復されたものの木動氏がすでに21年に達していたこともあってそのまま路線から知りていた。機体で一連の訓練が終了して a n a に返却された後、同年7月4日付で登録抹消された。提携解消発表後、リース機材を返却するために2013年9月以降、運航便に欠航が発生した。 最終号機となった5号機の JA05 アージは2013年6月28日に登録されたが、その時にはすでに提携解消の発表とエアアジア保有株式の売却がなされており、わずか3ヶ月後の同年9月27日に抹消され返却された。計画では2013年にエアバス A330 型機を導入し、中、長距離路線にも参入する予定であったが、 事実上白紙化された。エアアジアジャパン、ありがとうございます。